フランチェスコ・デ・ムーラはイタリアの画家である、ナポリで生まれた。ドメニコ・ビオラ、ドメーニコ・ビオラ、1610年から1696年が残した工房で1年間働いた後、1708年から当時のナポリを代表する画家、フランチェスコ・ソリメーナの工房で働き始め、1730年までソリメーナの下で働いた。 1715年にソリメーナが改修に関わったナポリのサンニコラ・アラ・カリタ教会の壁画の制作に従事したのに始まり、1720年代、1730年代はナポリの多くの教会の壁画を描いた。1741年にサルデーニャ王国の宮廷に招かれ、トリノに移り1743年前、